えっと私はあのジョージ・ミューラーの方を読んでいて神様がどんなに祈りに聞いてくださるかということは分かってたんですね。ところがね具体的な体験がなかったんですね。であるところから体験が始まりました。それはですねカトリックの初代の教会でカリスマ聖会が行われてたんですね。その にに、行った聖霊の爆マも受けたいと思ってたのでですね、えー、その時に願って行ったんですが、えー、その時にですね集会の中で献金の要請があったんですねでその要請する人がうまくて全財産さ捧げだとかなんか言うわけですよで私はですねその日ね運悪く全財産持ってきてたんです。 まあ新学生ですから全財産さんって言っても500円五百数十円だったんですねそしてですね私思ったんですねあ、全財さん捧げたらいいと精霊のバクテスマ受けないかなと思ってね、えー、それで全財産さん捧げたんですねそしてね精霊のバクテスマの祈りをしていただきました頭がきました何にも起こらないもうこれほど神様に腹が立ったことはないんです私は全財産さん捧げたのに何も起こりません そ前座医者のさ捧げだから電車にも捧げちゃった新学校が1時間20分ぐらいかかるから道も知らないし帰る時にねもう3時間でも4時間でもかかるかなと思ったんですねそれでねカーッとなってね、えー、あの祈ったんですね「神様はねまっすぐ帰らせてください」まじあの「迷うことなく一つも迷うことなく最低距離を生かしてください」祈ったんですね それでで、ね、目の前の前道を、ね、真っ直ぐ歩き出したので。あるところ来たらね横って言われたような気がしたがその横をずっと歩いてたらね中目黒駅に着いちゃったの。それがね進学校の近くの駅だっただから1時間20分電車でかかるところ、1時間15分で着いちゃったちょっと手をあがめましたねでも金曜日に行ったんですがその結果ねお金がなくなっちゃったんですね 日曜日教会に行く電車賃献金代それからご飯代がないのです祈ったんですねそうしましたらですね土曜日の朝だったかな私のメールボックスに封筒が来てた元牧師の人からの手紙でしたその手紙を読みましたらですねその中にね「1レプタ」って書いてあって1,000円が入ってたでこの1,000円はね 初めての私はそういうような体験でしたでその声援があったのがゆえに何かっていうと電車賃そ,れから献金そしてそのですね,でその後ねいろいろ支えられるようになったんですねで支えられる時の一つのポイントが分かり始めましたそれはですねジョージ・ミュラーランの見ことばがあったんですね 誰でもえー、っと「支の34なんだっけ「主は恐れる者は,は乏しいことはない」だからその御言を土台に祈り始めたのですね次々と答えられました非常に印象的だったのはですねちょうど国分に行った時に家族でイ,イスラエルへ行くように示されたんですね まあ、無理だろうと思ったんだけど祈ったんですねもうおよそ120万ほど必要だったそしたらですね120万円来たんだよ感謝しましたね驚きましただってそんな120万円っていうのは初めてでしょうもんねそんな多額来るってのは滅多にないことでしたしそしたらですね主が言うのですね何と言われるのかっていうとねこれをね 教会持ってきなさいとまあ、私に対して来た献金なんですが使用目的ははっきりしてなかったんですねで言われたんですねそれでね祈ってみれば見るほど教会持ってけっていうそういう感じがしたんですねそれでねちょっとムカッとしたんですねああこれで行けなくなったと思ったんですがいや神様は支えることもできると思ってですね持ってったんですそしたらうちの子供たちもね ああこれで行けなくなったとかなんか言ってたんですね。そしてね教会に渡したんですね。そしたらね一週間も経たないうちに百二十万円来たのかな。で今度ははっきりと指定が私にされた献金でですね。まさにイスラエル代だったのですね。であの献金を通してね、えー、神様の見てを通してね行ける神の技っていうのをたくさん見てきました。 どうぞ皆さんねお祈りください。